苦しみおって正体を突き止めねばな。 集落の者に何をした？ 大鷹様の呼び声を聞いた。 大鷹、己の長か？ あのお方は一族を率いて対馬に来る。 息の全てをその手に収めた後で、こやつらあの息から。父、ジン、手を貸さんか。 急いで駆けつけたけど、これひどいね。病の様だが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹、対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。 大鷹を探すの。猛虎兵によると息におると。海賊と罪人の島だ。
侍は憎まれてる。そうだ、かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。船が待ってる。いつでも立てますぜ。酒井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。酒井砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば、民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大高どもの企みのせいだろう。渡積様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い影。影！影！馬は無事だろうか。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。出口はどこだ？よし、うまくいった。
境取り手は遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして影見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。Hit!
make a start. Yamaru. ここだ。 あいつの猛虎に下るって言って探しに出ちまった。幻が見えるっていう毒だ。それを試してみたいんだと。
またウムイスもおった。あとを追おう。空通し日に身をさらす岩羽も走る滝川すら抱かんや。もし腕に覚えがあるならば、こっちへ来い。戦いたいのか。さあどうかな。あんたは猛虎の敵か味方か。敵だ。それだけ知れば十分。侍がまた来た時のために修練場を作ったんだ。来たのは猛虎だったかな。稽古していくか。全ての灯籠を素早く射抜くだけだ。馬上から幾人もいてきた。灯籠など造さないな。当てりゃいいだけじゃない。速さも肝なんだ。いつでも弓を取れ。
悪くはねえが、よくもねえな。頭を裏切らねえ、決してな。そうだな、的を侍だと思え。仲間を連れ戻す。早く冬が来ないかね。猛虎に捕まった時、あの人が代わりに猿の世話をしていた年寄りです。どこにおった？猿岩を見渡せる古い野営です。猛虎は島の獣を捕らえてます。殺すつもりでしょうか？調べてみよう。お主は逃げよう。
ここは戦場だった。思い出したくもないな。ジン、怪我はないか？これで勝ったと言えるのか。さあ、父君のところへ。足立殿、私は喜び勇むべきでしょうか？勝ったとて勇む道理はないぞ。こたびの戦は海賊をかくまった者どもへの戒めに過ぎん。あの者どもは戦の作法すら知らぬ百姓。黙れ。わしはこやつと話してまいる。足立殿、皆に飯を、酒も振る舞え。こっちだ。父上、この戦は。あやつらは海賊をかくまった。だから村の者を全て殺したのですか？いささか分別がなかったが、始めたのは向こうだ。私が切ったのは。お前が切ったのは罪人だ。見事であった。思いがけもないほどに。父上、地頭殿のご下旨に従ったまでだ。顔を上げろ。お前は戦士だろ。父上が生きていればクロードを認めただろう。